ただいまより新日本イングリッシュチャンネル開催いたします。どうも皆さんこんにちは、新日本イングリッシュチャンネルです。どうしても英文法が苦手な方、参考書で英語学習をしているのに知識がなかなか定着しない、そこのあなた、基礎から上級文法まで全て網羅する新日本イングリッシュチャンネル、北米版のドラクエであなたの代わりに徹底的に文法を調べて解説していきます。このチャンネルで一緒に英語学習を頑張りましょう。それではどうぞ。 They say the king was surrounded by the enemy, but Sir Hendrik came to his rescue. He's been known as the hero of Heliodor ever since. Sir Jasper, every time.The two top knights up at the castle are Sir Jasper and Sir Hendrik. But if you ask me, Sir Jasper's the best by a long way. Yes, he's the one for me. Sure, he's not going to win any awards for friendliness, but who cares? He's a real looker. And he's such a strategic genius.The king even asks his advice sometimes. They say the king was surrounded by the enemy, but Sir Hendrik came to his rescue. He's been known as the hero of Heliodor ever since. まずこの they say、みんな言ってますよなんですが、これ彼らっていうよりも、なんか世間一般の人指して言ってるような気がします。みんな言ってんだけど、何をこれをってことです、言ってる内容が来ていますね。 The king was surrounded、 これで、B プラス過去分詞になってます。受け身ですね。王様は囲まれました by the enemy、 敵によってということです。こんな感じですね。王様は敵に囲まれましたよ。んでこれだ。 But でも Sir Hendrik came to his rescue、ヘンドリック卿は彼のレスキューに来たんだよってことですね。でまだまだ続きがあります。これ He's been known、 現在完了の受け身になってます。 Has been known です。彼は知られているんだ、ずっと過去から現在にずっと知られちゃってんだよ。誰にどんな風にを待ちますね。でそこで As the hero、 ヒーローとして As、これは米印でしたよね。だから彼は知られているんだよ、まあ中としてヒーローでねっていうことです。 of Heliodor、 これ A of B の関係でしたよね。切っても切り離せない A と B の関係、そして母体は B です。でヘリオドールにつながりのあるヒーローなんだっていうことがここで言いたいわけです。これが追加情報になってドン、これとして知られてますよってことですね。そして最後に添えてあるのが ever since、 以来ずっとです。 ever っていうのはまあこれがね追加情報なんですが、 ever っていうのは問わないことを言います。これで何を問わないかというと、その時からずっとどの時を切り取ってもらっても構わないんだよ。だからそういう意味で、時を問わないということです。 The two top knights up at the castle are Sir Jasper and Sir Hendrik. But if you ask meSir Jasper's the best by a long way. Yes, he's the one for me. The two top knights. その二人の最強騎士。Up at the castle. Up は上ですよね。で、at、 これは点です。だから城を指して、なんか上の方を指してね、この点、まあ地点と言いましょうかね。だから城での最強戦士だよということが言いたいわけです。ここで主語が終わりました。でこの2人の最強戦士何なんだよ、一体何なんだよ、これなんだってことです。 Sir Jasper and Sir Hendrik、 ジャスパー卿とヘンドリック卿だって言ってます。 But 逆説です。でももし If you ask me、 もし私に聞くんであれば Sir Jasper's the best、 ジャスパー卿がベストだな。でここちょっと色変えてつけときました。すいません、実はねこれ以前英語付け、地獄の英語付けっていうやつでね、これを出したことがあったんですけれども、ここの解釈間違ってます。by a long way、 これって断然です。 by っていうのはそばにある、そのそばにあるっていうのと a long way、 これを足し算するとこんな感じになります。はい、これで断然というね、この差を表すことができるわけです。
で、これに近い表現で by far っていうのがあります。これも断然です。遠くを指して、まあそこのそば、あそこだよって言ってます。差はあそこまであるんですよってことが言いたいわけです。 Yes, he's the one。 うん、彼がベストだよ、まあその人だよっていうことですね。 The best one っていうことです。で、これが He's the best で、さっき言ってるから彼が the one だよって言ってます。で、 for me、 私にとってはねと言って、 for が矢印です。こっちにとっては彼がその人だっていうことが言いたいわけです。 Sure, he's not going to win any awards for friendliness, but who cares? He's a real looker. And he's such a strategic genius. The king even asks his advice sometimes. Sure, もちろん he's not going to。 ここ形だけ見ると、彼は向かっていませんよってことです。どこに向かってないのかは to で指しています。この場合、場所か be going to do みたいなね、こういう2つが想定されます。で、どっちか来るかな、どっちに向かっていないと言ってるのかって言ったら、ここです。win、 何々を勝ち取るという動詞、この行為に向かってない。だから勝つことはないよってことですね。何を勝ち取ることがないよと言ってるのかって言ったら any awards、何でもいいんだけど、賞をとにかく勝つ方向には向かっていませんよってことですね。で、続きで for friendliness、 for は矢印です。親しみやすさに対しての賞ってことがわかるわけです。で、そっから but who cares、 but っていうのはこれですね、逆矢印です。逆説というやつですね。前がいいことだったら後ろは悪い結果、もうその逆ももちろんあるんですけれども、でも誰が知るかってんだいみたいな感じです。その内訳がこれ He's a real looker っていうことですね。これが彼は本当に魅力的な人なんだよ、そっからここにつながっているわけです。 And he's such a strategic genius、 そんで彼はすごい戦略の天才なんですよって言ってますね。で、さらにさらにこれです。はい、ここでEven が出てきました。 Even っていうのは普通じゃないよ、驚くわよ、こんなレベルなんだよっていうことを言いたいわけです。で、 The King はただ asks してるわけではありません。 Even asks、 こんな尋ねることまでしちゃうんですよっていうことが言いたいわけです。 King は彼のアドバイスを求めちゃったりするんですよね、時々ねって言ってます。だからそんなことだってあるんですよっていうことが言いたいわけです。前回も Even 出てきました。ぜひね、この感覚をちょっと身につけていきたいなと思います。はい、それでは今回も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録をしていない方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いをいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。